はい、ということで、皆さんあのこれあのクリックベイトじゃないですからね。あの今日はちょっとガチでラグられたかもっていう話をねしたいと思います。どういうことかというとラグっていうラグルっていうのはラグプルって言うんですけど、クリプトカレンシー仮想通貨でお金を突っ込んだら、その運営がお金持ってって逃げちゃったみたいなまあ、そういうことをラグ。これは詐欺にあったってことなんですけど、もしかしたらね。俺詐欺にあったかもしれないっていう話、今日はやっていこうかなと思います。で、どういうことかというとこれなんです。見てもらうとちょっと覚えてるかもしれないですけど、7日前に1週間前にこの動画を作ったんですよ。緊急。 このやばい APY を持つ新しい犬コインが出てきたよってこれがスノードッグっていうねプロジェクトなんですよでこのものはクアドリリオン APY っていうのがあの特徴でもうインターネットでもうめちゃくちゃ話題になったとでこれが面白すぎてもうこんな怪しいやつ見たことねえと思ってもう動画を作ってちゃんとお金も突っ込んでちょっと実験しますって言って動画を作りましたとで、今日はそのフォローアップですねでまああの 結論ラグられたっぽいんですけど <laughs> で、どういうことかというと、朝起きたの、さっき、ね。そしたら、このパンケーキマンさんがね、ツイートしてくれてて教えてくれたんです、で、ラグプルだってよって言って、え、何、何と思ったの。だかたら、スノードックがラグプルされたと、で、こう,こういうふうにされたと、まあ、だらだら書いてるから、ちょっとあれなんだけど、どういうことかというと、結局ね、えー、とその流動性っていうのを、えー、運営が持ってっちゃったよと、最終的に。で 複数のアドレスに、えー、その10億円分かなっていうのが送られて、まあ、それによって価格がクラッシュしたっていうことがいろいろ言われているとでその証拠はこういうことなんだよとかってガガガガ,ガいろんな人が書いてるんですわで中にはちょっと、ね、ラグプルじゃないんじゃないっていう人もいたりいやラグプルでしょっていう人もいたりそしてまだ、ね、確実にどうなのかっていうのは分かってないんだけど、まあ、一応そういうことがこ議論されているっていう感じですね簡単に説明するとこれが、えー、っとスノードッ g なんですけど仕組みとしてどういうことかっていうとこれはまたオウムオリンパスダオていうプロトコルのフォーク、まあ、コピペでできたものですよとで仕組みとしてはユーザーがお金をここのシス、まあ、トレジャリにロックをしますとでステーキしますとでトレジャリを預けて最終的にこのプロトコルがリクイリティ流動性を持ちますでそれを使って最終的に、えっと、ローンチしてから8日後にバイバックしますよっていうことを え実際にプランをしていたと、でそれは最初から実際に言っていることは同じで、やってることも同じだということですね。で、結果、何が起きたかというと、この5日間の間で44億円ぐらいの資産を集めたと、でそれを使ってバイバックをしますよっていうのが実際に昨日あったということですね。で、そのリクイディティをまあなんかその抜かれたみたいなところで、えー、実際に今の議論になっているということですな。はい、で、自分たちでちゃんと DEX を作って、そっちになんか動かすみたいなことをやったのかな。なんかよくわかってないけど。えー ちゃんと自分でスワップとかも作ってるんですね、ユニスワップの、えー、B2 のコピペでですね、まあ、一応システムとしてはこんな感じで、これ誰が作ったのかというと、このスノ、えーバンクドットファイナンスっていう運営が作っているものなんですけど、これも、えー、と結構、ね、注目をされていた、はいえー、プロジェクトなんですよね、なんだけど、この,この2つが実は関わっているってことが分かってあの、こっちがラグプルじゃんって思われたので、このスノーバンクの価格すらもめちゃくちゃ。 落ちたんですよ。やばくないこれ、ボーン落ちて、もう2600から今ね、何これ、800ドルぐらいになっちゃってるんだね、やばい落ちたよと、だから俺、結構これでも損したんだけど、じゃあ気になるね、SB、あのスノ,ースノードッグ、S ドッグ、どうだったのかっていうと、見ていこう、やばい、皆さん大丈夫ですか心の気持ちは大丈夫ですかあのいきますよ、まあ、ここで見てわかるけど、90%押してますとあの、心臓弱い方、気をつけてください。ベーン 1300からえー、とね今もう100ドルぐらいになったと。<laughs> やばやばくないこ,んこの差よ、これ。なので、えー、とこれクリプトだとこういうことが平気起きるので、あの皆さんねあの、こういうね俺みたいなちょっと爆実、爆竹好きな人のねこう失敗から学んで、リスクをね学んでくださいねこの。そのために動画作ってるので、自分のお金を突っ込んで、テストアカウントではいで。 こここういうういいとととが起きましたということですねなのでみんなパニックったっていう話ですな。じゃあ、これ本当にラグプルなのかどうなのかというところですよね。まあ、見た感じラグプルっぽいじゃん。でいろんな人も言っているし、でじゃどうなのかというところで言うと,、えーとねまあ、正直言うと、ね、どうななんかラグプルなのかどうなのかよく分かんないなと個人的に思っていると。ですよ。本当なのかなと思ってるんですよ。どういうことかと説明しますね。まず、ラグプルって普通されるとあの、ね、アカウントとか全部消えるんですよ。 ソーシャルメディアの。なんだけどこ、今回消えてないんだよね、まず。で、スノーバンクもそうだし、スノードックもそうだし、まだアクティブなんですよね。で、結構なんか普通にこう、ツイートとかしてるんだよね。で、あと、コミュニティもまあまあアクティブだと。 いうこともあるのでなんか普通のラグプルっぽくないかなっていう気がしてるのねで、プラス今回ね、まあ、なんかね弁解が出てきてるんですよ、なんかねここうやっていの2時間前ぐらいになんかこうミディアムのポストがあるんだけど、これがねなんか出てきたと、でこれスノーバンクから出てきている、えー、スノードックについての現在と今後のプランですっていうことで、今回、書かれていますと、で何を書いているかというと、まあ、言い訳は書いていると、何を言ってるかというと、これはあくまでも壮大な実験であったと、でそれが見事に失敗しましたっていうことを言ってるんですね。はい でゲームセオリーの実験だったけど、えー、見事に失敗しましたとでその時系列でこういうことをプランしてこういうつもりでやったんですでこういうつもりでなんかリクエリティを抜いたんだとかねどのコーナー言ってるんですわなのであの一応ちゃんと弁解をしてるんですよねなので本当のラグプリだったら逃げて別にいいじゃん終わりでなんだけどあえてそこにとどまってこういった言い訳をしてるということは本気で多分この実験を失敗しただけなのかなとかね思うよねはいっていうことをちょっと思ったと。 でちなみにロングタームバリュー、今後のプランとしては、トータルの供給サプライをこんだけ増やすよとかね、あのいろんなことをやるよとかね、あの書かれているんですよね、スノードックに関して。なので、長期的にもバリューもっと出していくよってことを言ってると。なので、我々はあは本気で頑張ってるし、えーっとね、あのスノーバンクとしても壮大なこうプロジェクトにしていこうと思ってるので、えー、ここで止まるつもりはありませんと、ラグプルではなかったみたいなことを、前は弁解をしているということになっているんですわ。 はいでまあ、あの状況的証拠をベースにいろいろ判断しなきゃいけないかなと思うんですけど、えー、とだから逃げようと思ったら別に逃げていってるはずじゃん、だなんで今、これ、止まってるんだろうっていう意味で言うと、まあ、今後またもっとなんかラグりたいのか、あの実は本当にこうなんか失敗しただけなのかみたいなところもあるのかなと、まあ、やっぱ一方でやっぱさっき見せたような、このスワップっていうのもあるんだよね、新しいスワップのこういった機能とかもあって、これ、どういうことをやろうかとしてるかというとね。 DEX が流動性を持つっていうプロトコルを作ろうとしてるんですよ、いろんなところが。でその中の中つなんですよどういうことかというと、DEX の今までの問題って、リ,、LP、リクディティの流動性の提供者という人がいないと成り立たなかったんですね、コミュニティがお金を突っ込んで、それで成り立つわけですよ。なんだけど、そのうちって大体 APY って下がってくるので、あのインセンティブがなくなってみんな逃げていくっていう、中長期的にはあんまり長続きしないモデルだったんですよね。ななのでだったらデクデックスにもうなんか ダとしてリクエリティ持たせようぜっていう動きっていうのが最近あってあの例えばバビロンダウとかね同じようなことをやろうとしているということなんだけど、まあ、今回もそういったことをやろうとしているのかなっていうことも、えーとねまあ、ちょっと伺えるんですよね。で、それって開発力が関わることになったりするので、うん、あのただ単にラグプレするだけだったらそこまでしなくてもいいじゃんみたいなことも。 思うんですよねだからそういう状況的証拠を見るともしかしたら本気で失敗しただけなのかなとかっていうかちょっと思うなのでまあ、ちょっと真相のところはちょっとわかんないですけどえ今回はこんな感じでしたとちなみにどんだけお金を失ったかっていうことをちょっと言い忘れたので言っとくとえも、ー、とも、ね、とこの s ドックに関しては300ドル突っ込んだんですでなんだけどまああの今どんだけになってるかっていうとはいえっと0.13しかないので 18ドルとか20ドルもないぐらい、1800円ぐらいになりましたね。3万円が1800円に1週間でおなりましたと。はい、ということで、エンタメ費用だと考えればまあ別に高くないかなという感じもするけどね。はい、で、えーと、こっち、スノードッグじゃなくてスノーバンクの方ね、こっちもつられて落ちてるので、えーと、ちょっと見ていくと、1000ドル突っ込んだんです、ね、1000ドルぐらい。 で今0.42持っているので、えっと、実際のバリューとしては330ドルぐらいなので1000ドルがたった1日で330ドルになったと10万円が3万円ねはい何ちゅう世界だっていう話だよねなのでまあ今日はまあこの辺でまあ終わろうかなと思いますなのでえっと1つ皆さんにテイクアウェイ学んでほしいところっていうのは実際にクリプトで DeFi を使っていくとこういうことが起きるんですでこういったことを皆さんにちょっと見せたかったのね だからちょっと小学でねあのいろいろ試してうまくいくこともあればめちゃくちゃ落ちることもあったりするので、まあ、それもなんかリアルな実例としてねちょっとみんなにこう見てもらいたかったなということもあったのでそれをねちょっと、えー、この感覚を感じていただければと思いますねでこれ以外にも他のプロトコルでいろいろねこう実験してるんですでうまいこと言ってるのもあれば めっちゃダメなやつもあるので、まあ、それもまとめて、ね、やっていきたいなと思うので今後も、ね、チャンネル登録して遊びに来てくださいねであとあの何回もこの動画で言ってますけど、まあ、この動画は、ね、こうエンタメ向けなのであの一切俺がやってることは真似しないでくださいねあのめちゃくちゃリスクを取ってやってるもうなくなってもいいというお,お金で全部やってるのであの皆さんは自分のね大切なお金は使わないようにしてくださいねあとね1個最後にちょっとね伝えておきたいのがこのラグプルっていうね定義っていうのが結構難しい 何でかというとハードラグっていうのとソフトラグっていうのがあってハードラグっていうのがさっきみたいな分かりやすく急になんか抜かれてもう価格暴落っていうのがハードラグって言ったりするんですけどソフトラグっていうのがあってあの運営者がいろんなウォレットとかを使ってあたかもいろんなユーザーが使ってるように見えるけど実際に運営者が操作をしてちょっとずつこう流動性を抜いていくとかねあの操作をするとかっていうことがソフトラグで外から見るとわかんないっていうのがあるんですよ。純粋にこうなんかこう 徐々に減ってきて死んできているように見えるけど実際はラグられているってこともあったりするので、まあ、そういう意味でねいろいろこう判断っていうのが結構難しくなってきているということもあるので、まあ、皆さんは、ね、何度も同じこと言いますけど気をつけてください、はいあの。自分でリサーチをして、はい、やってください。ということで今日はこの辺で終わりますますたこの,このプロジェクトあえてちょっと放っておくのでこれがどうなるかっていうのもまたちょっと面白いかなと思うんでまた何か動きがあったら紹介します。では皆さん <laughs> 平和な 1> 1週間をそれではバイバイ。